皆さん、こんにちは。今回は1980年代に活躍したガールズバンドを紹介したいと思います。紅一点の女性ボーカルや男女混合バンドは含みません。また次の機会に紹介します。翔也。1981年結成、寺田恵子を中心とした5人組のハードロックガールズバンド。元のバンド名はメデューサ。翔也のバンド名の由来は、居酒屋チェーンの翔也から来てる。1985年8月、素敵にダンシングコークイズイットでメジャーデビュー。メジャーデビュー時はデビュー曲にコカ・コーラのタイアップがつき、ヘアメイクやスタイリストも世界で活躍する著名人。衣装デザインは、コシノジュンコと大きなプロジェクトが組まれていた。7枚目のアルバム、アウターリミッツが60万枚超のセールスを記録。30万枚を突破した8枚目シングル限界ラバーズ、9枚目シングル私は、嵐のヒットと好調だったが、1990年9月、音楽の方向性の違いにより寺田が脱退。1997年に、ボーカルが吉野に変わったものの、1998年9月に解散。2005年、寺田がバラバラになったメンバーの元を訪れ、一人一人に頭を下げ、5年かけてメンバーを説得、再結成して以降は、数々のライブ活動など精力的に活動中。少年ナイフ。1981年結成、リーダーの直子を中心とした、オルタナティブロック系ガールズバンド。1982年8月15日、自主制作、カセットテープ、みんな楽しく少年ナイフ、リリース。1983年、インディーズレーベルより、アルバムバーニングファームリース。当時、日本のインディーズレコードの発掘に来た、アメリカ、イギリスの音楽関係者によって、レコードが海外に広まる。1986年、アメリカで、アルバムプリティリトルバカガイをリリース。その後ライブ活動、コンピレーションアルバムへの参加など、海外での活動が多くなるとともに、本国より海外での評価が高まっていく。1992年、アルバムレッツナイフで国内メジャーデビュー。少年ナイフのファンだったカート・コバーン率いるニルバーナと共に全英ツアーを行う。ソニックユース、レッドクロスなどからも絶大な支持をされている。1993年テレビ東京系浅草橋ヤング洋品店でブラウンムッシュルムズがオープニングテーマとして使用される。1998年テレビアニメアニメ週刊 DX ミーファプーのエンディング曲にバナナチップスが使用される。カーペンターズのトリビュートアルバム If I Were a Carpenter Carters に捧ぐに参加。カバー曲トップオブザワールドは2005年にサントリーのチューハイの CM ソング。2006年、アメリカ映画ワイルドスピード X3 トキオドリフト挿入歌にもなったり、他多数の映画や番組のタイアップ曲となった、スガー。1981年にデビュー。日本の3人組女性コーラスグループ。もともとはバンドとして結成されたため、デビュー当初は3人とも楽器を演奏しながら歌っていたが、活動後期には得意分野であるコーラスに特化して、楽器を持たずに歌うこともあった。新郎新婦への怒りを込めたくたばっちまえ、アーメンに代表される皮肉たっぷりの歌詞のウェディングベルは、綺麗なコーラスと自分を振って別の女性と結婚した元恋人に悪態をつく歌詞で一躍注目された。レコードが約70万枚を売り上げる大ヒット。1982年第33回 NHK 紅白歌合戦出場。ピンクサファイア。1988年に結成4人組のハードロックガールズバンド。生かすバンド天国に1989年5月20日放送の回に出場。この時はボーカルとギターがデビュー時とは異なっていた。メジャーデビューの際、タレント養成所ジャパンアーティストオフィスに在籍していた塚田をレコード会社がスカウトし新ボーカリストとして迎え入れる。
メジャーデビュー決定後に作られたポスターでは、元ボーカルのかな子のものがある。1990年7月にメジャーデビュー。デビュー曲気持ちいい恋したい。主題歌の PS I Love You が大ヒット。オリコンチャート最高2位を獲得する。第5回日本ゴールドディスク大賞でベスト5ニューアーティストに選ばれ、第23回日本有線大賞で優秀新人賞も受賞した。1990年2枚目シングル抱きしめたいが、JR 東日本91スキー、キャンペーンソング。1991年3枚目シングル、ハローグッバイが、フジテレビ系なるほど、ザ・ワールドのエンディングテーマになる。1992年6枚目シングル、トゥモロー、テレビ朝日系バラエティ、リンリンハウスエンディングテーマ。その後も複数のシングルがタイアップ曲となった。1994年、塚田が結婚を機に脱退し、新ボーカリストマユを迎えて活動するが、1995年活動休止。マユ在籍時の楽曲は音源化されていない。2014年4月26日、約20年ぶりに再結成。渋谷デュオミュージックエクスチェンジにてライブを行った。プリンセスプリンセス。1983年にレコード会社のオーディションで選ばれたメンバー5人組のロックガールズバンド。当初のバンド名は赤坂小町、ジュリアンママと経てプリンセスプリンセスになった。86年にミニアルバムキッスで犯罪でメジャーデビュー。1988年、3枚目のシングル、マイウィルがスポーツ用品店ビクトリアの CM ソングに起用されたことをきっかけとして注目を集め、フジテレビの夜のヒットスタジオで初出演を果たす。パワフルなステージと本格的な音作りで人気を集め、1989年女性バンドとしては初となる日本武道館公演を成功させました。ダイヤモンドはオリコンチャート1位を獲得し、ミリオンセラーを記録。5枚目のアルバムラバーズリリース。オリコンアルバムチャートで初の1位を獲得し、ミリオンセラーとなる。あと忘れてはいけないのが、未だに失恋ソング上位になる M。 富田恭子がイニシャル M の元恋人をモデルに書き上げた歌詞は、女性の目線からの失恋を見事に表現している。一体誰なんだと話題にもなった。その他、世界で一番暑い夏、ジュリアン、パパ、など数々のヒット曲を出し、たくさんの曲がオリコン1位となり、ガールズバンドのパイオニアとして多くのファンから支持され、トップアーティストとしての地位を築きますが、96年に解散。2012年、東日本大震災復興、復旧支援のために16年ぶりに再結成した。メスカリンドライブ。1984年に結成されたガールズミクスチャーロックバンド、ソウルフラワーユニオンの前身の一つ。1984年12月、ギターの伊丹英子とベースのケイトが、バイリンガルボーカルの内海陽子と出会うことにより結成。1989年メジャーレーベル第1弾、シングル笑いっぱなしの島、発売。セカンドアルバムスプーニーセルフィッシュアニマルズを発売。また、マニアックな選曲のカバーも彼女らの魅力であり、シルバーヘッドのハローニューヨーク、パティ・スミスのロックンロールニガーなど、2009年編纂のコンピレーションアーリーソウルフラワーシングルズに収録されている。1993年9月に、メスカリンドライブ、ニューエストモデル解散、ソウルフラワーユニオンを結成。ゴーバンズ。1983年に結成、森若香織を中心としたガールズロックバンド。中学校の同級生たちと組んだバンド。森若が親の転勤で東京に行くことになり、バンドは自然消滅状態に。自分たちの音楽活動の記念として曲をカセットテープに取って、喫茶店兼レコーディングスタジオに残していた。このテープをたまたま RC サクセションの今和の清志郎が気に入り、メンバーは上京を決心してバンド活動再開となった。
1988年4月21日にファーストシングル「ザ・マー・カンカン娘ガール」でメジャーデビュー。関西ローカルバラエティ番組「ザ・マー・カンカン」のオープニングテーマに採用され、関西で知名度が向上した。3枚目のアルバムとなるスペシャル I Love You を発表。同アルバムはオリコンチャート最高位15位にランクインした。音楽番組夜のヒットスタジオに初出演したりするなど、この頃からバンドの人気に火がつき始めた。メンバーたちのキュートなルックスは当時のファッションアイコンともなった。シングルスペシャルボーイフレンドはカルピスの清涼飲料水フルーツ合衆国の CM 曲に起用された。1989年12月27日発売のシングル愛に来て I Need You がアルペンの CM ソングとなったことでオリコン最高位2位、37万8000枚のセールスを記録。3月3日にアルバムグレーテストビーナスをリリースし、オリコンアルバムチャートで2週連続第1位を記録した。その後もメンバーが出演する CM に起用されたり、ライブ活動など精力的に活動したが、1994年4月解散となった。2009年1月19日放送のスマップスマップで一夜限りの再結成を果たした。 The 5678。1986年結成の3人組ガールズロカビリーバンド、通称はボロッパチ。1989年6月24日、TBS テレビの番組、三宅裕司のイカスバンド天国に出場。演奏収録時にアメリカンバイクに乗って登場した。モーターサイクル555を演奏、ベストプレイヤー賞を受賞。ファーストシングルモンドガールズ A55 を発売。このシングルが海外各地で評判となり、その後多くの国からオファーが舞い込み、世界的な活動をするきっかけとなる。1994年初のアメリカツアーを行った。2002年、アメリカ映画キルビルボリューム1で劇中で演奏するバンドの役として出演。出演のきっかけはタランティーノが来日した際、買い物をしていた東京の古着屋で店員がかけていた The 5678を気に入ったこと。2004年、ワールドツアーとして長期間、世界各地でのコンサートを行った。セキリ。1983年に結成されたガールズパンクバンド。ガールズパンクバンドの先駆者的な存在と呼ばれ、活動当時のみならず、後のガールズバンドに多大な影響を与えている。ソニックユースのボーカルであるサーストン・ムーアが、訪日時にセキリのファンであることを公言するなど、日本国外のアーティストにもファンが多く、カリスマ的な人気を博した。女子高生ならではのストレートな歌詞、気だるさや過激さ、深遠な世界観を感じさせる、ボーカルミユの歌は、唯一無二である。1985年にデビュー EP セキリをリリース。セキリ収録の夢見る〇〇の歌詞は強烈なインパクトを与え、波紋を呼んだ。インディーズで発売したセキリ物語は5000枚売れ、当時のオリコンインディーズチャートで3位だった。ちなみにその時の10位はジュンスカだった。2013年には結成30周年を記念して、10枚組ボックスセット、セキリ箱とベスト版セキリ初期音源集が発売された。ノーマジーン。1986年に結成、5人組のガールズロックバンド。ボーカルのダイナマイト・マリは元は、プロレスラー志望でこの名前にしたそうです。1989年8月5日に、三宅裕司のイカスバンド天国に出場し、ノーペーンズ・ノーゲインズを演奏した。その結果、当時イカ天キングだった、宮尾進むと日本の社長に勝利し、11代目イカ天キングとなる。その後4週連続で勝利し、挑戦者のビギンに審査員投票にて6対1の大差で敗北し、グランドイカ天キングは獲得できなかった。1990年4月25日に BMG ビクターよりゲットアチャンスでメジャーデビュー、オリコンのチャートで最高9位を記録し、
夜のヒットスタジオスーパーなどにも出演する活躍ぶりを見せた。ゲットアチャンスは、カネボウ食品コールの CM ソングに、トゥモローは、テレビ朝日系ワールドトップ4のバレーオープニングテーマにもなった。その後、バンドとしての活動は、メンバーの結婚などもあり、1994年頃に休止していた。2006年7月22日、四ツ谷フォーバレー移転に伴うイベント出演のため、1日限定で再結成した。ザ・ニュース。1985年、結成3人組のガールズロックバンド。1989年3月25日放送の三宅裕司のイカスバンド天国に出場。在宅審査員賞、ベストスピリッツ賞を受賞。硬派な曲のほか、当時は足の長さとノーブラ、タンクトップのビジュアルでも注目された。内田裕也らが主催するニューイヤーロックフェスティバルに、1987年から2006年まで毎年出演している。基本コンセプトは、様々な社会情勢問題をもとに作成されたメッセージ色の強い曲と骨太のロック。男性ファンだけでなく、女性ファンの支持も集めていく。バンド全体で日本国憲法第9条の改憲に反対を続けている。パパイヤ・パラノイア。1983年、前身となるバンドネコードリを結成、パンクロックガールズバンド。ゼルダなどと並んで音楽雑誌やサブカルチャー雑誌に取り上げられることが多かった。ちなみにゼルダは1979年結成なので、今回は載せていません。1986年3月8日、リンスは発売同時に即完売。再プレスもなく幻のレコードとなった。ナーブ・カッツェ、1984年に結成、2人組のオルタナティブガールズロックバンド。オックス・ゼット、1981年結成、大阪のポストパンクガールズバンド。ピンク・ジャガー、セイント・フォー解散後、浜田のり子と鈴木幸恵の2人が結成したロック系ボーカルデュオ。雅子さん、イカ天出身の不思議少女系バンド、以前挙げたイカ天の4動画で紹介してますので、よろしければそちらもご覧ください。その他、単語ヨーロッパ、インド猫、水玉消防団、バーバラ、などこの時代は、たくさんのガールズバンドが活躍していました。いかがでしたか？今回は駆け足でざっと紹介しましたが、機会があれば、もう少し深掘りして、メンバーのその後や、詳しいエピソードも紹介していきたいと思います。その他、1980年代の、高一点ガールズ、ボーカルバンド、男女混合バンドなども、紹介していきたいと思います。よろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。